ガス圧接作業では可燃性のある危険物を扱います。最新の注意が必要です。ボンベや道具の試行前点検を怠らないようにしてください。ボンベは正しい方法で移動しましょう。担いだり転がしたりしてはいけません。ボンベが倒れたり、 転んだりしないよう、平らな場所に設置します。転倒防止のため、ボンベはバンド、チェーンなどで固定します。日差しを避け、近くに消火器を設置します。ガス圧設作業前に必ずガス漏れ点検をします。 また、吸い込みの点検も行ってください。ガス圧接作業における災害事例をご紹介します。鉄筋端部を研磨中、体の向きを変えようとした際に、グラインダーの安全カバーと砥石の隙間に手袋が巻き込まれ、回転砥石の刃により、 手首を折衝してしまいました。こうした災害を起こさないために、ご覧の点を守りましょう。使用中は歯から目を離さず、研磨以外の行動をとる場合には、必ずスイッチを切り、グラインダーを停止させましょう。<noise> 一人で柱金の圧折作業中、柱金と圧折指示器の固定がずれ、柱金が傾いていた。傾きを修正しようと固定ボルトを緩めた時に柱金が倒れ、指示器と鉄筋の間に指を挟んでしまいました。こうした災害を起こさないために柱金と 圧接指示器の修正を行う場合は、二人で行うなど、ご覧の点を守りましょう。霊感直角切断器により、保護メガネを着用せず、柱主筋の目の高さの端部を切断していたところ、鉄筋の切り子が飛散して目に入ってしまいました。 こうした災害を起こさないために保護メガネを適正に着用するなどご覧の点を守りましょう。機械式継手作業における災害事例です。地中針の機械式継手作業中、針主金管が広くハメ合い位置に収まらないため。 ハリシュキンを二人で引っ張ったときにタイミングがずれて基礎エースに指を挟んでしまいましたこうした災害を起こさないために大きな声で声を掛け合うなどご覧の点を守りましょうハリシュキンてのトルクナットの締め付け作業中 カプラーを押さえていたパイプレンチのかかりが甘く外れ、パイプレンチが勢いよく顔に当たってしまいました。こうした災害を起こさないために、パイプレンチやトルクレンチのかかり具合をしっかり確認するなど、ご覧の点を守りましょう。ガス圧接作業。 機械式継ぎ手作業では、怪我をしないようご覧の点に注意して安全に作業しましょう。